気仙道は、宮城県仙台市と青森県青森市を結ぶ、現在の国道45号に相当する区間の、旧街道のうち、旧仙台半領内の区間を指す名称。具体的には、仙台市から、かつて仙台半境があった気仙郡等に村までの区間に、当たる。平郡平田村北の南部半領内では、海辺道と呼ばれた。名称は似ているが、 気仙沼街道とは別の街道である。宮城県気仙沼から三陸沿岸を縦断し、青森県の八戸に至る街道が三陸浜街道と呼ばれるようになったのは明治期に入ってからである。起点の仙台城下、北目町から小野井分けまでの区間は石巻街道と重複する。小野から北上して広淵、全野地を通り、和淵にて北上川を渡り、 その東岸を創業にして、柳津に至り、横山峠を越えて、静川で太平洋に達すると、あとは半境の塔にまで沿岸を北上していく。仙台、南部両藩の境目は、気仙郡と平野郡の間に位置する石塚峠であり、峠の入り口の仙台藩側には、本郷番所、南部藩側には、平田番所が設けられていた。 明治時代になると、下仙群は岩手県に編入されたため、浜街道の終点は高田まで南下し、高台南は東浜街道、高台北は浜磯街道と呼ばれるようになり、現在では、下仙道という故障は使用されなくなっている。仙台城下から小野宿までは、石巻街道を森岡半領については三平街道を参照のこと。左から順に、 江戸時代の国名及び、軍名、現在の所属自治体名。広渕宿宮城県石巻市は淵宿宮城県、石巻市、神取宿宮城県石巻市、寺崎宿宮城県石巻市穴内津宿宮城県、登米市横山宿宮城県登米市織立宿宮城県、元吉郡南三陸町静川宿宮城県、元吉郡南三陸町入間宿宮城県、 元吉郡南三陸町、小泉塾宮城県気仙沼市大谷塾宮城県、気,気仙沼市気仙沼塾宮城県気仙沼市、今泉塾岩手県陸前高田市高田塾、岩手県陸前高田市政宿、岩手県大船渡市、吉浜塾、岩手県大船渡市東二塾、岩手県釜石市東北の街道、夢見るピノキオ街道、シリーズ、テレビ岩手、門川日本地名大辞典さん。 岩手県浜海道長距離屋的ラボ、三陸浜海道。ありがとうございます。